はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、大変ね、お待たせいたしました。マイムね、お題いただきました。ありがとうございます。今回ね、こちらのマイムは外装の方が湘南たちグレーシングメンズのチョコ、はい、こんな感じね、もうオイルアップしてあるので光り輝いております。はい、糸の方が死ぬ糸のハニーゴールドですね。で、金具の方がゴールド、ファスナーは YKK エクセラゴールド、こちらのダブルですね。非常にね、金具が太いやつですね。もうここはね、メインで開け閉めするので、金具はね、一番いいものを使っております。はい、ちょっと見ていきましょう。よいしょ。はい、内装の方、湘南タッシュのグレーシングベースブラックで差し色ありとなっております。で、こちらの方にね、小銭入れの上蓋の方に刻印ご指定だったんで入っております。はい、MIM の場合ね、小銭入れの方がこんな感じで、ボックス型になっているので非常に取り出しやすくなっております。で、裏側のこの裏張りもね、あの標準で裏張りついております。はい、で、MIMの場合はもうほとんどね、底面が見えないような感じ、もう全部ね、裏張り、してあるので、すごい高級感が高い、ものになっておりますね。こんな感じね。で、カード1、2、3段で、このカードポケットの裏にもフリーポケットが入っている感じですね。で、ここの小銭、ここね、ここにも、フリーポケットございます。一応こんな感じかな。もう前のはね、すごい小ぶりなサイズで、小銭入れの使い方とか、カードとかの収納力のバランスとか、非常にね、よろしいんですよ。で、この上をね、上までこっちにファスナーを持ってきてないので、膨らむんですよね。で、膨らんで、容量とかもね、入るようになっております。これ、上まで閉めちゃうと、この部分でね、制限がかかっちゃうので、少しね、余裕持って、収納力を入れられるように、上はね、オープンになっている感じですね。はい。はい、以上こんな感じでね、完成いたしました。ぜひね、動画の方でご確認の方をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。